はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。この前の強豪まで、そういえばペルルレイを当てるついでにここがね当たってたんですよ。ということで今回は、まあ、このルインのここをヌラリヒョンに入れて使っていこうと思います。まあ無補正なんで、いるバフデッキは、まあ、今後がいるかな、あと神タン、まあ、神タンと当たれればいいかな、あとは速攻竜いるかもしれないなって感じで、まあ今の環境はマタンマデッキここら辺が多いんですけど、まあバフデッキで当たれたらいいなと思いつつ、ここはもうここを打ってしまうのがいいんじゃないでしょうか。普通に打ってたら負けるんで攻めていきましょう。さあお相手さんはリリテイが貼られましたが、まあ HP がね、削れていってるのでいいでしょう。24000、まあ25000近い。まあこうなったらエンマを置かれなければどうにかなる。640ルインして640ってことだ。なんだこれ、 B ゴマか。 B ゴマは無視です。でもどんどんダメージを食らっていきましょう。特殊返しでも全然いいです。あのね、もうバイセもいるから、これでダメージを食らって、あとはバイセで飛ばすだけっていうのにしていきたい。さあお相手さんはリーに取ってくるかな、取ってこないで1000ってことは、ええわな。どうしよう。まあ、リアンツィル打っとけばいいんですけど、まあ、ペリト取っときますか。まあ、これで、お相手さんのアレスを2枚のリペアで、どうにかするっていう感じで、1400しか吸収されません。で、リアンツィルとドラリの毒が入ります。このターン、次のターン、バイスで終わりなんじゃないでしょうか。どうですかね、お相手さん、エンマ持ってるとかないね。リペアしてきましたね。しかし足りない HP が、僕のリアンツィルヌラリとバイセ、これには耐えられない。速攻したおかげで、まあこうやって勝てる。アレスはね、やっぱり普通に打って変に罠駒3枚置かれると大体負けるんで、もう速攻しましょうよって話なんですよ。はーい、対戦ありがとうございました。ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。わお、毒デッキ2万4700、これは S6S5 ありえちゃいますよ。なんてだって無補正、僕はあの毒デッキを使ってるから分かります。どう頑張っても S4 で組んだら2万6000以上はいきます。それ以下っていうことは相当 S5 マが入ってるか、またまた HP 低い駒ばかり入れてるのか、まあどっちかなんでしょうけど、ダブルオーラっていうことは、まあそういうことですね。月影とか、あとはカジノ、なんだっけ、カジノなんとか、待てるか、カジノ待てる。てか、ロック2枚入ってんのかい。おー、バイス出てっちゃうって。ただね、まあ、大体わかる。まあ、お相手さんが B ゴマ引いてたらわかりませんが、毒デッキの、あのサブオーラ、月影しかりカジノ待てる、アタックがめちゃくちゃ低いんで、大体釣れる。そう思ってます。さあ、ワイツさんはそこにアビス打ってきて、ダメージ食らうね。で、毒ダメージが 1.53 倍でしょ。まあ、ロック打つか。リアンツィールはまだ打たない。ここは一旦ロック。まあ、釣れる？絶対オーラが釣れると僕は確信しています。釣れなかった場合、多分ゴブリンとかが出てくる。そう思っております。さあ、来い！濃いオーラ！よーし、ナイス。まあ、そのオーラは何ですか？まあ、相当アタックが低いんでしょうね。はい、月へ873。ほらね。低いんですよ。もうロックされたらすぐ釣られるんだから。もう、梅さん、どうでしょう？サブオーラ早く出してください。最近、たくさん毒デッキ強化してくれるんじゃないですか？あと一歩。あと一つ強化するんだったら、このオーラ。このオーラをどうにかしてくれれば、毒デッキはさらに強くなる。で、僕の引きも強い。もう次、リアンツ、あ、でもな、C5 に打ってくる可能性がある。打ってこなかった。これはありがたい。もうリアンツイル X 行きましょう。コンボ使ってあります。リアンツイルからバイセを置いて、どうにかする。フィニッシャー引きたいですね。まあ、バイセも打っちゃってるんで、まあ、エンデガとか、まあ、あとはダメージ出せるんだったら、トゥールラ、あとはリニ、
まあここら辺でどうにかして飛ばしていきたいんですが、1万1000飛ばせるでしょうか。まあまだリアンツィルもあるし、まあどうにかなるか。さあハールとマルト強い、ハリス、マティタ、ハルマル、やはり S ゴマが相当入ってるんでしょう。まあ次引かれてたら終わりか。あ、でも大丈夫か、リアンツィルで僕回復できるんだった。さすがベノムヒール、ここに来てすごく活躍してくれる。で特殊が入って回復でしょ。この1700の回復でお相手さんはもうリーサルが狂っちゃってますよ。ハデスとハルマル両方コンボありますが、まあまあこれは飛ばないと思ってます。バホメットが来てもバホメットで1人で7000弱持ってって、で3500でしょ、ギリギリ飛ばない。月影をしっかりと釣っておいたおかげでそのイグナーツも飛びません。毒デッキのねダブルオーラ S 投げはまあ相当ダメージが出るんで、危ない危ない、釣っといてよかった本当に。これはエンデガで終わりか。まあ3400の体力なんで、まあこれで6000近く出して勝ちでしょう。あ、もっと出ました、全然出ました。なんだ6000って。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。キュチー、とてつもなくきちいよ。まあやりますか。もうベラ捨てます。あ、リハンツィル、まだね、まだこの状況だったら毒ダメージ入ってくれるんで、少しでもダメージ与えていきましょう。さあお相手さんは初手にゲイボ、ゲイボルグ初手に強、まあゲイボルグ鮮明の構築なのかなと思う。もうあれかどっちゃいます。いやーどうしようかな、ここか、もうこことトゥールは引くしかないのよ僕は。どうにかして飛ばしたいんでね。さあ初手にゲイボルグを打ってくるっていうことは激輪持ってるんじゃないかな。あー持ってましたね、トネルム強いって。なんで暗黒竜はみんなトネルムを最速で置けるんだ、おかしいよー。リッチ置くか、少しでもほんの少しでも毒ダメージが入ってくれるんだったら、おら、少ない、トネルも置かれたせいでもう全然ダメージが入りません、助けて、ほんと助けて、取りに行く、いやそんなこと無理だな。もうこっからどんどん捕食されていくじゃん。どうしようかな、一旦ここはフォースでちょっと捕食しないでもろて、その間に、はよ、ここはよ、今あなたがここで活躍しなくていつこの動画で活躍するんですかねえ。ほらどんどんバフ盛られていくんだから、助けて、本当お願いします。何か引け、何か何か引け、リニー、まだいい、特殊ダメージが出せるからまだいいよ、まだいける。こっからお相手さんがね、引き弱になってくれて捕食以外の駒を切ってくれればいいんですけど、さっきから全然捕食の駒切ってませんから、ムスタバぐらいか。終わったな、これどんどんこれから捕食されていくだけだな。盤面がやばいよ。さあガラン、おかしいでしょ、1枚返しでなんで2500も捕食できるんですか。よしよしよし、エンデが来た、まだワンチャンが出てきたぞ。守護者置いて2倍コンボが出せます。あのここであの殴ってきてくれたら勝てますね。殴ってきてくれて3枚返し9000、あまだ飛ばせないか。でもとりあえず殴りませんか、おあいつさんね、シェンメ来て、お願い、捕食しないで、捕食はダメだって。まあ捕食するでしょうけどね。あら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 、もう飛ばせないよこれ、こんだけ回復されちゃったら。ここに来てファビオと、ブラジェラシー、どうしようもない、毒ダメージしか出せません、助けてよ。ワンチャン繋いでくるのもありえるな、リッチ当てで思いっきり回復はなかったけど、ドゥンラーか。いや何を引くかな、ここでトゥールラー、まあトゥールラー置きますか。これで中に入ってこられても痛いけど、本当に捕食しないでほしいが、まあお相手さんね、もう捕食以外の駒引いてないでしょ。だってロンレイ、トネルム、ドゥンラー置いたでしょ、それ以外入らんて。あらー、ミニエラじゃないけど貫通捕食1万も絶望、無理無理無理、2万も HP やったら無理でしょう。遅っ、ここさん、あなた遅いよ、
やれる？まだ僕やれる？こっからどうにかしてフィニッシャーを引かれてなければどうにかなるんじゃないかと思ってきました。どうでしょうかね。こっから僕は勝てる未来があるのでしょうか。リムタのコンボ2倍ぐらい出るよな。2倍返し、うん、余裕で8000は飛ばされると思ったが、ここに来てライフォー、どうする。バイセエンデガではないな。まだ一旦ここバイセでどうする。リニのコンボするか。一応2400、500出てくれると思うんですけど、400か。で、あとはエンデガで飛ばせばいい。もう捕食するな。テラガイオ。テラガイオにしよう。とりあえずテラガイオにしませんか。テラガイオにしてくれれば僕飛ばせる気がするよ。うん、ダメだ。ああ、エルケスはダメだ。めっちゃ回復するって。5000、1万。いやー、ここでロック。これワンチャンオーラ釣るしかないんじゃないの、ここで。そして次のターン飛ばす。あ、やべ、ミスった。ダブコン空いてるわ。いやでもオーラ釣れば問題ないんで。ただもうここまで捕食切りまくったらもうなんかオーラ釣れるんじゃない、ランタイラント。無理だー。ほんと、あー、ここで貫通捕食っていうか、まあ、ダブコンつなげられる時点でもうダメか。あー、頑張ったけどなー、ちょっと無理でした。僕は暗黒に勝てん。はーい、対戦よろしくお願いします。そのペルレイは何？ 26,000。またまたのペルレイか、これってことはあれか、吸収と毒が上がってるって感じなのかな。ねえ、オーラでダブルオーラでアタックが上がってる。あ、これ違うわこれは普通に 1.4 倍リーダーでした。だったらココさん活躍してくれてましたね。初手にココを打つことでお相手さんのアタッカーの火力を下げる、エルケスの火力を下げることができました。ってことでバイセとバイセはちょっときついんですけど、本当にやめてほしいな。ここで次エンデが来たら僕大パンしますよ。まだね、そんなに激おこじゃないんで、グーじゃなくてパーで大パンしますけどね。来ないでほしい。さあ、エルケスとクラリーチェの火力を下げられたのは良かったんじゃないでしょうか。トゥルラトゥルラトゥルラ、エンデガー、なんでだよ。行ったら来るのやめてくれませんか。しょうがないから執念倍数打つしかないじゃないか。次だな、次トゥルラ来て、トゥルラ、いや、リアンツイルでもいいよ。全然いいよ、リアンツイルでもお願いします。何か S ゴマを引いてくださいね。はい、リニーコンボ弱いんだよな。リニーしょうがないけど打つか。マゴマを次打たないとコンボダメージ、コンボダメージってなんだ、コンボが500しか出ないからな、ちょっと弱いですよね。なら B さんか。無理だB さんは無理だ。ブレスドソーディアンのコンボは受けられません。ありがとうルキア、あなたのおかげで僕はまだ参る。まあ、これでね、でもペルレイか、釣れないんだよな。いや、ワンチャンあるか、ペルレイ。ラニと同じなんで。お相手さんがバハとエンデガとかだったら釣れるけど、釣れませんね。何が入ってるんだそれ。ユンジェとか出てくんのかな。クラリ打ってるし。ユンジェ、あとは B ゴマじゃない、マゴマ。まあ、ここら辺が飛んでくるんじゃないんでしょうかと思ったら、ウィブサニア。ウィブサニアなんて入ってるんですか。まあ、キンマモンの代わりにウィブサニアっていうような感じなのかな。まあ、これは吸収しとくべきか。いや、アタック出しちゃっていいか。さすがにダブルオーラのバハムート2枚返しで6000、7000ぐらいでしょ。で、1500、9700は飛ばないと思うんで、大丈夫だよね。あれ、間違ってるかな、計算。バハで飛ぶ？いや、飛ばない。大丈夫だ。自分を信じろ。さあ、お相手さんどうする。エンデが取るか、何にし、ね、どちらにしよう、まあ、どこ打っても大体コンボがあるんでね。さあ、エンデがは耐えますと、オッケーオッケー。あ、結構ギリギリだったな。まあ、最後はフィニッシャーが2枚あるんで、エンデがとバイセしっかりと活躍してくれましたよという感じで、まあ、これも初手に打ったルインのここのおかげだったんじゃないんですか。すべてはそういうことにしましょう。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。出たー、シアンダー。
27,28,000いってないのか。神ゴマ少なそうな気もするが、まあ、めちゃくちゃ引きがいいんで、これはお相手さんもね、初手にあるカードはちょっと引きが強いんですが、まあこれは一旦ね、ココ X です。もう攻めていきましょう。コンボもね、普通に2800は出てくれるんで、確か自分のコマキャラゴマ依存で、で初っ端からもう2000ある、2000は確実に出せる。そっからキャラゴマ1枚につき400ずつ上がっていくんで、まあだいたい自分のキャラゴマ2枚でしょ、なんで2800出てくれると思うんですけど、どうかな、出てくれるかな。いやバイス置くかブランジェット置くか、まあ、ここは攻めのブランジェッタ、これであの角取ってきてくれたらクソ嬉しい。角来い。角に来たら多分お相手さんはこのブランジェッタを取れないと思うんで、カードに置いてくれ、頼む。角でしょ、角。そうだよね、角に置きたくなっちゃうよね。よかったよかった、 F2 じゃなくて。さあここで一旦バイスへ置くか、いや攻めのあるカードです。 60% 返ってきても全然いい。もう僕は速攻仕掛けていってるんだ。多少のダメージはリアンツィルがどうにか補完してくれる、うん、補ってくれるはずです、ベノムヒールで。でこれでお相手さんはブランジェッタを取りづらくなっている状況で、まあ、F の3に何を置いてくるか、まあ、フレブ、トゥールラ、まあ、フレブが一番嫌だ。トゥールラはまだどうにでもなる、少し回復されますが、フレブは嫌だ、フレブは嫌だ。っていうかマタンだったら村正が嫌だ、やめて。神ゴマが出てきたっていうことは、マタンじゃない。てか今日の HP で 27,000 だったらマタンないか。普通に神ゴマ入ってるわ、何を言ってるんだ。マタン補正のね 1.1 倍されてる時とかだったらこの HP もありえるけど、そういえば今日もう補正でしたね。こんな HP ありえないって、マタンで強すぎる強すぎる。さあ、あのゾノバの位置が最強なんですけど、バホメットが飛んでくる。 2V1 勝てよ、 2V1、 はい 2V1 に勝っていく。 D3 に出てくれるんだったらもうこれは返すだけよ。何で返す、まあ、とりあえず取られることを考えたら守護者で HP 回復しておきますか。はい、でこれでまだリアンツィルのベノムヒールもあって、しっかりとヌラリヒョンでもダメージを出していける。さあ吸収吸収からの毒ダメージ、まあ、これは4000、リアンツィルのコンボでどうにかなりますね。素晴らしい。こんだけ速攻できれば、シアンにね好き勝手させずにどうにかできました。ただどうだろうなこれ、まあ、守護者取るか、どこに打てるんだ、あとはバホメットつないでくるかもあったけど、そしたらリアンツィルのコンボがあるんでね、オッケーオッケー、そこの罠はもう気にせずオッケーでしょう。 60% なんでね、帰ってくるのは一番火力出るのはバイスかな。でしっかりと特殊も食らっていき、まあ食らっちゃうんですけどね、この特殊は。全然こんなん帰ってきてもらって全然いいです。で毒ダメージで終わり。やっぱりリアンツィールつえー、ジジー。はーい、対戦よろしくお願いします。メルベか、行きましょうか。トゥールのコンボがとても強くなってくれるんで、それはそれでありなんじゃないんでしょうかね。まあ、あとはヌラリヒョンに毒ダメージをたくさん出してもらって、頑張ってもらいましょう。さあ、何から行こうかな。まあ、一旦ウンディーネ打っちゃっていいんじゃないかな。なんてだって、お相手さんは大体毒ダメージを出してくるだけなんでしょうから。そうそう特殊はないよ。サスターシャとかぐらい？言うてサスターシャ入れてる人もね、まあ、50% ぐらいの確率じゃないかな。大体、マモンとか、ハデス、ハルマルでしょう。特に今日の補正なんかマターン補正じゃなくて無補正なんで、そんなに暗黒竜もいないと思って毒主体でしてくる人もいるんじゃないですかね。まあ僕さっき暗黒竜と当たっちゃってますけど、それはねたまたまです、たまたま。そうそういない暗黒竜なんて。おお、コンポ封印するなよ、僕のリアンツィールが。コンボつなげて速攻したかったのに。どうする。まあブラジ置くか、変に。まあこれで角く、角じゃない、変に置かれるかな。 C1 で C1 から来て、
まあ僕はユスヘルムにでも当てときます。あー来た、サスターシャ入ってた。まさかのサスターシャ入ってるのね。じゃあそっちから打てないな。カト行くか。何が来るかな。ここね、一旦ちょっとアルカド打ちますか。まだね、怖いんで。怖いというか、ここコンボ使える可能性があるんで。ここでお相手さんが C1 に入ってきてくれたらここ打てるよ。で、2手飛ばしはさすがにないから、まあでもそっちか、打つのはしょうがない。どうしますか？右下にここを打つのが一番いいか。いやー、これバイスでもいいけど、悩むね。でもここ打つか。多少、ルインしとけば、そのね、なんか、マタンの強い S ゴマたちのアタックがちょっと下がってくれるんで、まあ200ぐらいアタックが下がってくれるんじゃないかなと思ってますが、お相手さんどうですか？満を持して C1 に来ないサタン。ほら、サタンね、普段だったらアタック1666ありますけど、1300まで抑えられてましたから、ここのおかげです。ここのおかげなんだけど、どうしたらいいのこれ。バイセでダメージ出すしかないのかな、これは。ここで、この後飛ばせんの？ 1500 は確実に入るでしょ。で、ヌラリの毒も入る。でも、フィニッシャー引かないとどうしようもならない。頼む！エンデガカバイセ来て、エンデガカバイセ。あ、無理だ。エンデガが終わった。いやー、どうすんだよ、これ。運気切ったバイセ来て、執念バイセ。あと、下何？リニ？あ、バイス来た。あー嬉しい。ロックに対してトップ引きバイス、これが引き強っていうもんなんですかね。勝ちです。はーい、対戦ありがとうございました。GG。